4月11日月曜日の全国のお天気をお伝えします。東北地方から中国、四国地方までは高気圧圏内となり晴れるところが多くなります。特に東北地方では予想最高気温が25度以上となるところもあり、今年初の夏日となりそうです。そして各地ですね、晴れるエリアでは気温も上昇しますが、朝晩は少し涼しく感じられそうです。1日の体感差にお気をつけください。そして北海道、また九州地方、沖縄では雲の広がりやすい空模様となります。にわか雨の可能性もあるので、空模様の変化にお気をつけください。外出の際は雨具があると安心です。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースから確認することができます。ぜひご活用ください。